今日、ここにもう一人、司令官の加藤がいます。
パリになった、まあ、パパパリがあの店をなかったことにしてもらって、はい、なかったことに、はい、ということで、ね、あの私ラーメンのいいというものからいい、ね、はい、はい、やっちゃいました。え、みんなさ、あのラーメンの木見たことある方もいると思うんだけどさ、初めてじゃない？一人が全員全部春菜ちゃんが来ました。あのもう怖いの、あやばいやばい落ちないようにって、うん、みんなクス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 って笑いながらの声がちょっと聞こえてて、多分ね、分かってる方は分かってると思うんですけど、私たちつけてもらって結構しゃがみましたみんな気をつけてくれて、ね、楽しかった、楽しかったです。よかった、ね、よかったよかった、はい、ということでね、一発目からあれあれやという曲をね、私たちはですね、はい、披露しました。初披露ですね、初披露ですね、はい、ドキドキの初披露でしたけども、はい、なんかここの MC は何を言いますか？なんかみんなはあのラーメンのこれをつけるのが初じゃないですか、はいはいはい、可愛くないですか？似合ってる、可愛いですよね。どう？みんな可愛くない？この衣装ありがとう。ずっとさ、可愛いなと思って見てたから、はい、気に入って嬉しいね、はい、よかったよかった。コンセットあるさ、衣装って大体可愛くない？わ、はい、かりますよ。あと、赤ってのが新鮮で、私とか確かに、なおちゃんの赤見たことないかもしれない。私服でも着たことないし、衣装でもそのもっと淡い色が多かったから、確かにイメージありますね。水色とかピンクとか白とか、うん、そういう淡い色が今まで多くて、今度赤ですみたいな、うん、あの曲変えるだだだだ、黒白ではないしね。そうだね、白黒ままないからね、白黒ね、ね、あんまこうパキッとした色をしているイメージがなかったんで、そうですね、新鮮ですね。まさかラーメン頭に乗っけるなんてさ、確かにね、いやいや、人生の中で頭にラーメン乗っけることあるってすごいですよ。私たち目乗っけてるんですから、ラーメンくらいいけますよ確かにそれはそう。はい、私はね、このラーメンのこのやつを着れるのは2週間に1回じゃないですか、はいはいはい、だからこれもこれでレア衣装だと思ってるんです、うん、だからここに来れたみんな特別なのに特別に着れて、私もラーメンの時めちゃめちゃやりたかったんですよ、本当は。でもなんかしれっといたじゃないですか。そうだね、そうしれっといたから、このバーンってやつができて、ずっと YouTube で見てたんですよ、あの過去のやつを。だから自分もできたと思ってすごい嬉しくて、そうラーメンの儀がすごい好きです、私は。できたのが嬉しいっていう。よかったよかった。よかった。でもさ、あの練習の時よりさ、春菜ちゃん上手にできてた。確かに。ひどかったんですよ、もう。もう、ランちゃんのさ、ラーメンがさ、ランちゃんのさ、顔の前にさ、こうやってぶら下がっててさ。本当に大変だった。顎についてたよね、うん、ここにね、ここに本番これだったらどうしようってめっちゃ思って、私もだから焦りながら行くよね、大丈夫だよ思いながらやりました。できたありがとう。それではそろそろ行きますか、次の曲に。緊張しちゃう。行きましょうか。はい、行きましょう、行きましょう、はい、それでは聴いてください、ハンガーバンダースクエア。Yeah.
です。いただきます。召し上がれ。うわ、おいしそう。すごい豚骨醤油のいい匂いがします。そしてね、中太と細ストレート麺ということでね、高い雲の上。
追いつくまで。